あ、ビジョンみたいに残っとるんや。あれも大阪やな。そう、大阪っていうか、三重県は、あの、近畿扱いやらしいね。昔、四日市やるときに俺、ビジョンみたいなやつ買ったら、でさ、めちゃくちゃ大阪。これを、あの、右に曲がれば、三塁にある。そう、めちゃくちゃ大阪弁の人やね。差し上げたか、うん、あの近畿扱いなんで、西日本扱いなんで、大阪から西日本来るんですわ、うん、三重県を分けるときの難しいところよな、うん、中羽も近畿扱いやったんよな、今もそうなんかな、うん、あの大体経緯見てると面白くて、西日本社があるところって攻め入った時に三重に最初に名前とかに作り出すケースが多いらしくて、そうするともう完全に関西移植やの感じで店舗展開始めるところは中尾なんかも一番最初の名前になるやん、そうすると青木の手前にあるからね、あれ分かりにくいな、確かにこう全然分からない、あるある、あの下の白い建物がそれ絶対なんか見抜きなんだろうけど看板何もねえないな、え、びっくりするんだ、これは地図ねえと分かんないぞ、あとここ何なんかすっげえ怪しい感じ、あ、これギーゴってあのセガが名前変わったとこ、ごめんごめん確かにこれ見るとなんか中国系のなんか香りするよね、うん、名前が、あ、ほんまや、うわね、結構なんかあの、あ、でも車が混んでるよ、結構いるね、うん、バー来てるね、うん、マリコいいか、マリコだって女性下着屋さんだからな、ああの女性下着のオーダーメイド専門店、うん、とてもじゃないけど俺らが目の前に止めてんってのぞき込んだ付き合いの人になるだから気をつけて、なんかモロコスト運営って感じ、もう顔もし出てるわ、あの初期のトライアル思い出す、あ、そうだね、富田にあった頃とかね、うん、出来たての頃とか、うん、大丈夫この感じっていう、うん、さあトイレしよう、もうトイレした、トイレあるかな、トイレ、いやトイレ大丈夫かチェックもしときましょう、うん、大体こういうところやばい時あるからな、トイレが。では行ってみましょう。よいしょ。割り映ったからね。よし、ということでね、寄ってきましたけどね。いやー、いろいろ変わりましたね。やっぱ西やね、うん。こっちまで来ると、やっぱレジの店員さんも、完全に関西弁ないよね、こっちに来ると。面白いよね。うん。どうな、まあ、中のね映像を撮ってるわけじゃないから分かりにくいかもしれんけど、三重の人やとあるあるよね、やっぱこっちに来ると、あ、大阪やなって、やっぱ違うわ、うん、ほんまやって思う、うん、お客様じゃない、お客さんこっちだろうぞって感じのね、あのどこやっぱ、あ、大阪のイントネーションかかるなってのをね思いながら言っとったわけでございますけど、いや、ちゃんとどん兵衛も西やったし、よし、西のどん兵衛、どん兵衛じゃない、結局丸ちゃん買ったんだけどね買っていうのもあったりしたけどね、まあ買ったやつはまたおいおい紹介とかに使うのか、ベッドだとか売っとったんがね嬉しいな、やっぱ大阪来た感が出るんでね、あの辺りかまぼこのベッドだね、うん、大阪の方で見てくれてる人やとね、多分 何をそんなにって言っとるかもしれんけど、何をねこっちに来ると面白かったもんな、うん、ベッドだかまぼこもう大阪ではそう、まあまあまあ気分ぐらいには有名ちゃう、ああそうなんだ、うん、っていう、あの山佐の地区ぐらいには間違いなく知名度ある、あ、なるほど、うん、はい、わかります、うん、なんならあのベッドラーの CM がその山佐の地区はぐらいには流れとるはずやで、うん、そんなような感じのベッドラーとか買ってきましたよって、まあ写真の方は載せときますっていう感じで、ということでね、さあ決まりましたね、一つ企画、はい、
やっと決まりましたね、ここに来て。うん、ここまで来てね、今話しとってね、私はふと買いたくなったものがありました。はい。何でしょうか。大統領とかいう謎の焼肉のタレです。おー、覚えとったね、はい、謎のじゃないんやけどね、大統領っていう焼肉のタレ、これまたね、でも大阪の人にもあれは大阪の名物っていうのは認知度高いのかな、本当に四日市とかに来るのも全く売ってない焼肉のタレで、大統領っていうのがあって、これがうまいっていう話、これ、貝塚行った時の話とかで多分してると思うんやけど、大統領がうまいっていうんだね。こっちの方とか西の方に行って見かけると、足結構私が買ってくるっていうやつなんですけどね。まあ知っとるところで売ってるところだと、その紀宝町かな、紀宝町、あれ三浜じゃないよな、紀宝町やな、あたわの駅のところが、うん、にある、道の駅があってね、大桑とかが入ってる道の駅があるんやけど、そこのところで大統領を売ってるんですわ。そこに行ったら確実に売ってるけど、そこでも十分遠いんで、この辺り売っとったらええなという話になりまして、じゃあ果たして、四日市から一番近い大統領を売っているお店はどこなのかっていうのをね、徹底検証してこいやないかと。いやー、大統領の誰か食べたい、大統領のために食べたい。いやー、もうここまで来たら大統領欲がもう、あー、もうよだれが出てくる。うわー、ほんと欲しいということでね、大統領の種を探しに行く旅にします。はい。さあ、問題はどこで売ってるかなんだよな。ここ売ってなかったんだよな。正直サンデー来たんで大阪系やからあるんちゃうかなと思ったんやけど、なかったんだよね。うん、ありそうな雰囲気あったんやけどね。うん、っていうことなんでね、この辺りからありそうなところに目星をつけて、行きたいなと思います。まあ、まずはね、ちょっと件数電気寄って、まずメモリーカードをね買わんといかんもんで、それだけね買っていきたいと思う。もうねすぐ目の前にあるんでね、行っちゃっといて、もうここはもう取らずにそのまま行っちゃってね、ケース電気で購入してるところから回すって感じで行きましょう。はい。